今日は薪をいげたに組むやり方についてちょっとした解説をしてみたいと思います割った薪をこのように地べたにずっと放置しておくといつまで経っても乾燥しないで腐ってしまいます乾けばいい薪ですが腐ればゴミになってしまいますそれを防ぐためにはこのような形で地面から浮かした 屋根のかかった薪棚に入れるのが好ましいですしかしもうこの薪棚満杯になってしまいましてこれ以上入りませんかといってこれを放置して腐らせるのももったいないですそういう時に一時的に保管するために薪をこのように井桁に組めば腐ることがないです必ず コンクリートブロックなどで地面から3 0ンチ程度浮かして地面からの湿気を防止してそれで上手に積み上げていくと小屋にししなくくてても自立してくれます薪を置く時の注意点なんですがこのように皮を上に向けてしまいますと皮の面からは水分が蒸発しませんので乾燥が悪くなってしまいます。 薪を積むのを慣れない人はこちらが割った面で平らなので平らな面が下になる方が安定すると思ってこのようにち置いてしまいがちなのですがこれをすると乾燥すするのに条件が極めて悪くなりますこの皮の面を下に向けて割った面を上に向けてここから水が蒸発してやるように置くのが大切なポイントとなります。 それから、組み方なんですが、必ず横、縦、横、縦と交互に組んでいきます。これがイゲタという組み方です。必ずイゲタの一段ずつは水平になるように意識して積んでみてください。ちょっとでもずれていると、 乾燥が進むと崩れるリスクが出てきますので薪をピックアップする際に太さをよくチェックして同じぐらいの薪を両手で持ってもいくと比較的平らなものを作りやすいですいい加減に細いやつと太いやつを持ってったりすると組むときに水平になりづらいので手の間隔を意識して両手で同じぐらいの サイズの薪を運ぶようにしてくださいで必ず薪のサイズというのはいろいろありますのでこのように小さめこのように大きめってありますので持ってった時に合わないと思ったら例えばですねこの小さいのと太いのを持ってっちゃったとしますそして置こうとした時に当然こう置いたら高さが合いません。 その時は一時的にこれは違うところで使おうということで跳ねておきますそして同じ面で同じぐらいの厚みの薪を置くと平らに水平になるということですそうすると安定してかなりの高さまで薪を積むことができますこのように一時保管して薪棚が空いたらまた補充という形を取っています